もっと良い妻になりたい。私どんなに辛い修行だって耐えてみせます。素晴らしい心がけね。ところでリクさん殿、あなたまさか。違います。大表殿が孫作殿をお支えするです。孫はより盤石に。私はその手伝いがしたいのです。指示書を読みますね。良妻たるもの、料理を学ぶべし。良妻たちが兵を率いて待ち構えている。料理を学ぶには戦いは避けられないようね。なぜ料理を習うのに戦う必要なの。調理には筋力が必要。もしやそれを養うために。研鑽の末につかんだ料理の極。この私を倒せたならあなた方に授けましょう。天下人に上り詰めるには食こそ皆能。夫を出世させる献立を知りたくば参るがよい。男を虜にする料理の秘訣教えてほしいの。何なのこの料理。美味しくて栄養満点の料理を作れば孫作様はもっと元気に張り切ってくれるはずです。元気に張り切る。なるほど。怠けてばかりの人にも効くのかしら。なぜ急にやる気に。突出しては危険です。素晴らしいお働きです。手本として私も習いましょう。すごい立派な活躍ですね。あなたがいてくれてとても心強いです。重き身を背負うに負けられぬ。ただうまければ良いというものではない。病を遠ざけ長寿をもたらし精のつく料理でなければ。豆味噌と麦飯を欠かさず食すべし。とはいえたまに食べる天ぷらだけは我慢できぬ。量はたっぷり豆味噌、麦飯、それから いいの料理なんて適当だ。甘辛く味付けとけば大抵の男は喜ぶものよ。料理の僕は邪魔なのよ。それは料理食卓を料理で埋め尽くしてこそ良妻です。料理の極意はつかんだ。これで四条殿も何やら楽しそうではない。神々の王たるわしに聞かなくてどうする。私でしょ。素晴らしいお働きです。手本として私も習いましょう。一方神々の王の前に立つか。ならば相手をしてやろう。光栄に思うがよい。行くわよ。手料理邪魔をしないでいただけますか。今大事なところなので。次の指示書は良妻たるもの、大事な人を支えるべし。行くわよ。私たちに教えを請いたのでしょ。相応の覚悟を見せれば考えてもよろしくて。リクソン殿、
ぼんやりしていらっしゃるわ。人を支える極意はあなたにも必要ではなくて。確かに孫悟の軍師として主君を支える極意という意味では私にも。その気になったようね。さあいらっしゃい。教えてあげるよ。いろいろ。いつもながら鮮やかな戦ぶりですね。本当に勉強になります。我が知略に挑もうとは無謀だな。私のこと忘れられなくしてあげて。お手合わせ願おうか。さあ来やがれ。お前なんざ人ひねりだ。すごい立派な活躍ですね。あなたがいてくれてとても心強いです。守りだ。策を使う余裕もないか。さすがの活躍。あなたの姿ずっと見ていたくない。譲れぬものがこの俺にもあるんだね。締めてやろう。砕かれるのと叫べるのどっちが来るの。絶対連想行きます。結局あたしの力を示す。結局あたしでしょ。行くわよ。はぁ、それは美しく上品であること。そばで華やかに咲き誇るのです。そんなことより楽しみを分かち合うべきよ。あの人の作る地獄を一緒に味わうよ。素敵ね。ひどいことして喜ばせてあげたらどう。ダメージかけ操ったり信じたり。大事な人を支えるって、ま、そう難しく考えない方がいい。バカやったら叱ってやって、辛い時はそばに。そんなことです。最後の指示書です。実際の方々と戦い、修行の成果を披露していただきましょう。少女？それ、カントン様。まさか、この指示書はあなたたちが。いいお嫁さんになるには、いいお嫁さんから学ぶのが一番でしょ。そう頼まれては断りきれず、指示書を書き、賞を集めた。まあ、そんなわけで。いつもながら鮮やかな戦ぶりですね。本当に勉強になります。すごい立派な活躍ですね。あなたがいてくれてとても心強いです。すごい。あなたこそ真の三国無双です。ネネミンフォであっと言わせてあげるよ。叶わない。素晴らしいお働きです。
手本として私も習いましょう。頑張ってるね。これならみんないい奥さんになれるよ。半端な覚悟じゃ火傷するよ。敵将、そこを動くなよ。その首、もらい行け。いざ。行くわよ。調子で旦那を転がしてやんな。いつもながら鮮やかな戦ぶりですね。本当に勉強になります。という武勇。押して参る。こんなところにもう一枚指示書が。す
全ての良妻を超えるものに挑め。わしは柴田勝家、特技は合戦と龍、それに裁縫を少女、最強の良妻を名乗りたくは、この勝家を超えていけ。勝家殿、一体何の真似です。要塞の要求を全て備えた人物を探したところ、勝家殿が適任だったんだ。大凶、俺のために修行してるんだってな。何の修行か知らねえが手を貸せ。怪人の力借りるわよ。三作様、手伝ってくれるのは嬉しいのですが、それはいい妻になるための修行です。なんだよ、そんなら修行なんて必要ねえぜ。大凶は今のままでも最高の妻だからな。それにお前だけ修行するなんておかしいだろ。夫婦ってのはお互いに支え合っていくものだぜ。孫作様、やるぞ俺たちで。わかる。素晴らしいお働きです。手本として私も習いましょう。軍師厨房に入らず、わけが。よし、配膳し、皿まで洗ってくれるわ。熱い、熱い。押されていますね。挽回できるでしょうか。あれじゃ、つかめ終わったのは汁物が作れるではないか。最高だ。覚えておけよ。お主、袖がほつれておるぞ。そこに直れ、繕ってくれる。私もうダメです。真の三国無双です。ありがとうございます。私もうダメかと。打ち取った。あなたのかっこいいとこ見ちゃった。私も真似してみようかな。切られない。なんという武勇。切られぬ。豆味噌と麦を使った大量の甘辛料理、早速試してみないと。